イボデ・ボアはオランダの政治家。気候変動枠組み条約の第三大事務局長を2006年から2010年まで務めた。1954年6月12日にオランダの外交官の息子としてオーストリアのウィーンで生まれる。オランダでソーシャルワークの学位を習得する。オランダの環境省で勤務し国際的な政策を担当した。2006年8月に 国連事務総長のコフィー・アナンによって気候変動枠組み条約の第3代事務局長に任命された。コペンハーゲンで開催された COP15 での交渉がほとんど失敗に終わった後の2010年に事務局長を辞任することを表明した。退任後は国際的なコンサルタントである KPMG に気候変動や持続可能な開発に関するアドバイザーとして参加した。 ホーマーエグゼクティブセクレタリーミスターエボデ、ボーア。2019年1月31日閲覧。セクレタリー、ジェネラルアポインツエボデボーアオブザ・ネザーランズ、エースエグゼクティブセクレタリーオブ・ユナイテッド・ネーションズ、フレームワーク・コンベンション・オ n クライメート・チェンジ。2019年1月31日閲覧。UN クライメート・チーフ・クイッツ、ディープニング・センス・オブ・ディサレイ。 2019年1月31日閲覧。ありがとうございます。